ロッハ。こんにちは、今日もお散歩ライブです。ですいい天気ですね。いい天気です、あそこの橋綺麗だね。綺麗だね。カメラで映るかい？カメラに映るかな。皆さん見えますか？向こうの方に橋があります。みんなおはよう。おはよう。アロハアロハ。お元気ですか？今日もお散歩ライブをやっていきたいと思います。です。ここはヒロの一番大きい目抜き通りです。ね、もう向こう行くと、向こう行くとダウンタウンだし。そうですね。ね、ここはいつもお散歩してるワイロアステーツパークだね。そうです。ここはよく今までもお散歩ライブで行ったことがあるワイロアステーツパークが対岸、あの向こう岸にあります。道の向こうか。で、我々の真横には、私たちの真横にはヤシの木です。たくさん。今ね、この夏のこの季節でね、綺麗だよね。いいですね。葉っぱの先までピンピンだね。ピンピン、元気だね。ね、お庭仕事お疲れ様でしたって。昨日ね。そうそうそう。また明日も。また明日もやるし、ね、今日もやってましたね。今日のお昼やってたね、うん。おはようございます。ハワイ行きたいだって、ユナ91さん、アンナさん。僕も来てほしい。来てほしい。本当にいい加減もみんな。もういい加減来てほしい。皆さんに。ね。はい。来てくださいね、必ず。はい。いいお天気です。ね、今日はいいお天気ですね。で、あと今ほらあれが旬だよ。旬、旬っていうの、あのなんていうの、季節、季節の花だね。今ですね、うん。季節の花が咲いてるので見に行きたいと思います。こっち側にもあるね。今日はとってもいいお天気で、夏の雲ですね、もう。そうだね。ねえ。で、こっちを見に行く？でも、例年より寒いね、ちょっとね。そう、例年より寒いです。うん、なんか。最近ね。うん、最近。夜はほんと長袖長ズボン着て寝るって感じです。わー、綺麗！いいねー。いいねー。日本の方が暑い気がします。だろうね、うん、きっと。民宿披露行きます。進めてください。ぜひ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 。わー、本当に綺麗。まだ宿は再開できてないですけどね。そうですね、まだ宿は再開してませんが、再開したらぜひ皆さん来てください。横浜台風接近で雨です。いや、知ってる知ってる。あ、知ってる。あの施設がもう、ね、今日本中すごいこと、あの、そうなんだ。今天気のああいうマップ見ると面白いよ。へー、台風がこんなことになってるの今まで、うん、俺生きてきた人生で初めて見てる。へー、そうなんだ。皆さんお気をつけくださいね。おー、見て、ショーさん。わー、いいね、このビュー。葉っぱの木漏れ日とね。ねえ、ね、ここずっと通っていきたいね。ねえ、ハト、ハトもハトがいる。ハトが逃げちゃった。本当だ。こんなところを歩いています。こっちのヤシの方も行ってみる？こっちのヤシの方も行こうか。今日のショーンさんはグリーンコーデですね。もういい感じ。似合うショーンさん、緑が。緑？うん。そうだね、今日はその緑。ねえ。おはようございます。あ、これも緑？こう頭も緑だよ。緑の日。わーい。家のファッションチェックもしてる。家のファッションチェック。今日のあやちゃんは
こんな感じです。うわあ、綺麗だな、ヤシの木、最高。ね、皆さんハワイ来た時はね。見て見て。あ、来た、飛行機、どこだ。ああ、飛行機。映った。ヤシの木の向こうに飛行機が。立ちせよ。もう行っちゃった向こうに。行っちゃった。そう、皆さんハワイ来た時はヤシの実こうやってね見てね、うん。上に見上げてちゃんと実がなってないかどうか確認してくださいね。うん、実があるところでの真下で歩いたりお昼寝とかしてると実が落ちてきて。もう本当に大変なことになりますから ね。そしてね、このハワイに来た時にこのヤシの木の間に通る飛行機がもう最高なんですよ、うん、そうだね、確かに。それかいって感じだけど、うん、ハワイにいるなって感じするもん。そう、感じがするんですよね、うん、ノーキャンピングって書いてある。キャンプはしないでください。ヤシの実ある。おお。これが大きくなってあれになる。あれにね。あれ、あのでかいやつに。赤ちゃん。赤ちゃんです。そう、今日は結構いいお天気なんですけど、ここ2日ぐらいずっとお天気悪かったよね。そうだね。で、お天気悪かったのでお庭をやろうっていうことで、あの、そう、動きやすいからね。とても動きやすかったので。今このヤシの木の、ねえ、いいもん見つけた。何？おお、なんだこれは。何これ。ね、ここから生えてきてるんだよ。すごい。これなんだろうな、これあれじゃない、やっぱりあのオートグラフツリーね、ぽいよね。うん、オートグラフツリーの芽がここに出てるって感じですね。いろんな植物が寄生しています。いや、あそこにメジロがいるよ。今ほらヤシの木に止まってんの見えた。どこどこ。あー、ほんとだほんとだ。目の前。あー、今そんちゃんだ。ハワイ何度ぐらいですかって。何度なんだろうねこれ、うん、まあ過ごしやすいですよね。そう、風が強いです。強いっていうか風があります。綺麗だね。これヤシのあの葉っぱが揺れてカサ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 ってこの音が大好き、うん、ね、この、うん、このパラパラパラって音がいいですね。ハワイの音って感じですね。こっちは大通りです。向こうを渡った道を渡った反対側はキノコ。キノコ、本当だ、キノコが生えてる。道を越えた反対側はワイロアステートパークっていういつも行く公園があります。今日は久しぶりにカラッと晴れましたが、ヒロも雨が多いところなので、こういうお天気の日は本当なんかわーいってなんかなるよね。そうそう、一日のうちで必ず何回かは雨が降るという場所なので、とってもタウです。なんかウィキペディアで調べたら、うん、ハワイ島ヒロは熱帯雨林気候なんだって。そうそう、うん、そうだよ、うん、熱帯雨林気候か。そうレインフォレストってやつだね。そう、レインフォレストクライメット、うん、雨が多いしさ。そうですね、こういうカラッとしたお天気です。今日はでもさ、雨が多いって言ってもさ、日本の雨と違うんだよね。そうだね。こっちの雨ってなんかこう、なんて言うんだろう、気持ちいいんだよね。あの、うんうん、軽いっていうのかな、なんか。そうだね、軽い感じだね。雨粒が軽い気がするんですよね、うん、なんか滝のさ、うん、近くに行くとさ、うんうん、気持ちいいじゃん。気持ちいい。なんかこうその風とさ、うんうん、その水しぶきがさ、うんうんうん、あれに似てない？広がって。ああ、似てるかもしれないな、う
なんかこう雨降ってるとむしろちょっと濡れたくなるというか、そうあのちょっと外出てみるみたいな感じになるよね、うんうん、よく言うあのカニレフアっていうヒロの雨が本当パラパラパラっていう、うん、なんていうの小粒のパラパラした雨なんですよ ね。そうだからちょっとこうなんか、あ、鳥がいる、フェンスの上、あ、いるいる、あ、行っちゃった、あ、でもいっぱいいる、いっぱいいる、ほんとあそこがお気に入りなんだね、みんな一個一個かわして、かわいい、かわいいね。マイナス4、そうですね、うわ、牛だ、あそこにあるトラックで今牛を運んでいるのが見えました。どこまで行くんだろうこれは。あってだからやっぱ向こうのファームの方じゃない、あれって港から来た牛かな、そうよね、だと思う。こっちをずっとまっすぐ行くとヒロの港に行くんですよ、うんうん、なので多分今来た牛は港から運ばれてきて、港から来たか、もしくはこっちの牧場で大きくなるんじゃない、うん、そんな気がするね。それかキラベアの方から来たとか、どこから来たのか分かりませんが牛がいました。ドナ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 、子牛を乗せて。昨日ウクレレレッスンなかったから寂しかった俺。ショーンさんすごい寂しがってます。自分でだってお休みしますって言ったのに。まあね、そうなんだけど。でもやっぱりやっぱ、ね、もうね1年間やったからその習慣になってたでしょう。そうそう、なんか昨日なんかちょっと拍子抜けしてたもんね。なんかそう、ショーンさんがちょっと寂しそうでした。一日中だからね、またやりたいですね、うん、そうそうそう、また次のを作ってね、うんうん、だんだん海が見えてきました。海沿い行ってみる。海沿い行こう行こう、まずあそこの港行こうか。あっちから見よう、海辺にも行きますよ。ここもいい場所なんだよね。ここいい場所です、とっても、ね、うん、ショーンさん待ってます、昨日寂しかったですって方がいる。僕も寂しかった。皆さんぜひ今までのアーカイブも全部ほぼ残っているので、 YouTube かインスタ、ライブの IGTV か、うん、ぜひ保存したバージョンもご覧いただけたらと思います。それでなんか習慣ついてる人はさ、うんうん、週末のこの時間はウクレレをやるっていう時間に、ね、そうそうなったらいいですね。それが習慣づいてた方はそれ続けてくださいね。うん、寂しかったです、自主練って、うん、自主練してくださった方もいる、ね、わあ、綺麗だね、ここベストスポットじゃない、ちょっと広場が、わあ、一望できていいね、ここ。ちょっとでもあやちゃんはあれだね、どこ行ってもベストスポットだね。ショーンさんとね、いるとなんか方向をこうやってグイってやってくれるから。いいスポットですね、うん、綺麗だね、ヘリコプターも飛んでる、綺麗ですね、キラキラ光ってる。あ、ジェット、マリンジェットやる、お、マリンジェット、バンプライド的なやつじゃない、あれ後ろで引っ張ってぐるぐる回すやつ。あー楽しそう、ね、乗りたいね。俺ああいう仕事してたんだよ、沖縄で、うん、そこで今マリンジェットが出発しようとしています。アーカイブ見て練習してましたって。あ、よかった、寂しかったけど練習しましたって。ナイス、昨日寂しかったです。ありがとうございます。いいね、ちょっとじゃあ海の方歩いていきましょう。ここ今港は入れなくなってるね、あ今港、あ、うん、そっか、ヒロはここの港、ちっちゃい港ね、あのもうマリーナみたいなもんだよね、うん、ちょっとした港があります。でもせっかくだから、あの、はい、行けるところまで行ってみようか。要するにさ、うん、ここってさ、うんうん、あそこの橋の下くぐって行くとさ、うん、ここの川があるじゃん、うんうん、で川のところにマリーナがあるじゃん、うん、でしょ。だけどあのマストがついてるああいう船、ヨットとか
マストって高いやつね、うん、だとあの橋越えられないのよ、うん、そうだからここに止めてる。あーなるほどね、うん、ここ行けるのかな。あーこれ行っていいのかな。誰の。いやでも車が入らないようにしてるだけじゃない。今ねマリーナが見えてくると思います。スイさんのところですね。綺麗だね。綺麗だね。おお。いいな。いいね。すごいあのねエンドレスホライゾン。エンドレスホライゾンかっこいい。太いし、うん、なんかすごい綺麗だ白くて、ね、綺麗だ新しいねあれ。うん、うん、でも俺ああいうのが好きだな。あのなんか黄色黄色いやつ。ああなんか海賊船っぽい原始的なやつ。本当に自分で引っ張ってマスターあげるようなやつ。ここがヒロのあのちっちゃいポートです。あのさっきショーンさんが言ったようにねマストが高くなってるところは橋からこう入れないので、うんうん、マスト中入れないからね、うん、なのでこういうところに停めているそうです。あのラバポートもここから出発だよね。そう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  あれだよ あ, そ こ, に、うん、あそこにある銀のやつ。銀のやつ溶岩を見に行く船のね。そう溶岩を見に行くツアーがあるんですよ。溶岩があの噴火してる時に海から、ね 見に行くやつね、見に行くやつ。2、3年前だっけ2年ぐらい前か、うん、覚えてるあれ。あのあ覚えてるよ、ね、溶岩がフーンって飛んできてあの船に穴が開いたっていうね。そうそうそう溶岩でね穴が開いちゃうっていう事件がありましたか、ね、こっち行ってみない。あそこ切るじゃない。なんかいいね行こう、うん。あやさんたちは夏は泳ぎに行ったりするんですか。ここ夏だけどそうしますよ。あの私たち泳ぐの大好きです、ね、こんな時期じゃなかったら毎日行ってるよね今ね。そうですね、うん、本当に。そのニュース見ましたってん。ヨットのあのヨットのラバボートのニュースね、やってましたよね。雑草もこんだけ伸びるとさすごい。なんかもうフェンスだね。フェンスだねすごい。雑草もここまで伸ばしちゃえばなんかすごいね迫力あるね。ねちょうど雑草を買ってたのでここ庭で気になるねそうそうそうあーすごい。でこっからも見える海がいいね。いいね。いいな。バナナボート乗りたいな。うんウィーンみたいですね。バナナボートよりはあのバンプライドっていうのが好きだった。へえ。あのバナナボートはほら細長いでしょ、うん、バンプライドは、ま、丸いのね、うん、丸っこいやつで、うん、でジェットで引っ張るとこうな遠心力でさ、うん、すっ飛ばされるのよ。へえ。ぐるぐる回るやつ。そう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 。それが面白い。いいね、うん、ちょうどここは水産というお魚屋さんがあるところなんですね。この赤い屋根のところが水産というお魚屋さんでここでポケ丼とかを売ってるので観光ブックとかにも載っていてランチとかをここで買ってポケ丼を食べる人多いみたいです。あー水が綺麗だな。綺麗だね。うわーいい ね, ーね。から行ってみる。うん、おお行けるんだ。本当だ行けるわ、うん、こっから行ってみたいと思います。行ってみよう。こっちの対岸が水産です。そしてこんな感じのマリーナです。冒険だ冒険だ。初めて来るねここ。すごいね。マルチ引き詰めてんだね。マルチだこれ。うん、砂がなかったのかな。そうだねきっと流されちゃうんだよ、ここ。あポケモンポケモンって聞こえない。ポケドン、ポケっていうのがハワイ語でお刺身みたいなの ね。そうそうそう。あのちょっと醤油と味付けでマリネートした。お刺身、生のお刺身があるんですけど、それを、丼に乗せたポケ丼っていうやつがあります。
そこの、そのポケ丼を売ってるお店兼お魚屋さんで丸々一匹お魚売ってたりもします。その日取れたお魚が並んでるとこですね。あそこのポケ丼食べました。だってねえ、美味しいですよね。気持ちよさそう。水温はどうですかって。水温、まあ、冷たい。多少ね。でもそんなめちゃくちゃ冷たいでしょ。私も入ってみようかな。ショウさんちょっといい、はい、ね、わっさーって。気持ちいいね。冷たくはないね。うん、こういう波の動きができそうですね。ね、はい、ありがとう。気をつけてよ。はい、あとマグロ丼みたいな感じ。そうそうそうです、そうです。すごい天然のスプーンだ。わー、いいやつ見つけたね。これもう天然のスプーンだよね。ほんと天然のスプーンだね、うん、流木かな。流木、うん、これいいスプーン見つけたね。これ持って帰っていいかな。すごい使い勝手良さそう、こうやってすくうのに。しゅんさんありがとうございます。持って帰る、持ってないでしょ。持って帰りたい。持って帰りたいの、うん、じゃあ持ってくよ。うん。ユウも面白いもん持って帰りたがるな。なんかだってそれスプーンじゃん。スプーンじゃん。ポケ丼美味しそうね。ぜひぜひ。スイさんでオーダー方法が分からなくてポケすごい量になっちゃった。ありますよね。私もなんか最初すごい量食べた気がする。あとなんかサブウェイでアメリカに最初来た時に、うん、あの一本丸々頼んじゃって食べれないよってなった覚えがある。3食ぐらいに分けて食べる。そうそうそう、これをアメリカの人は全部一気に食べるのかって思ってさ、さすがにそれはないと思うけど。ポキとポケはまあ同じです。あの正しくはポケのようですが、ポキっていう人もいるのかな。あとはあ、そうか、発音するとポキなのか。だけどローマ字で書くときは POKE ですね。オピヒも食べて美味しかった。あ、オピヒっていうのは貝です。オピヒも美味しいですよね。わあ、すごい土地、すごい場所ですね。なんか地形を、波が地形をこうやって作ってる感じ。ねえ、うん、8月8日ライオンズゲートが最大に開くんだよって。お、よく知ってます。よく知ってますじゃないですか。日本は今日ですね。そうですね。ゲート開くとどうなるのっていう他の方のコメントが。あ、髪ツヤツヤありがとうございます。ココナッツミルクですよ。昨日ね、ちょうどココナッツミルク缶を使いましたっていうストーリーをね、あげたとこなんですが、ココナッツミルク。ただ前言わせたけど、あのその石鹸とはまたやっぱ違うからね。その石鹸必要ないけどね。うん。あ、あの石鹸で洗った後とは感覚が違うよね。うん。うん、あ、なんかもっとなんかなんて言うんだろうな、しっとり。そうだね、しっとり。うん、しっとりしてます。ココナッツミルクで体洗った後はしっとりしてるのと、そうですね、あと体が温まんない。あ、そう、じわーって温かくなる、うん、多分ココナッツ、ね、オイルが、うんうん、あとあるいうなんかこう香りとかもね、結構癒し効果があるよね。うん、ココナッツの香りっていう。あとなんせココナッツミルクのすごいとこ、消臭ね。うんうん、消臭。あ、そうそうそう、だからなんていうの、こういうデリケートなところとかさ、うん、デリケートゾーンにも、うん、いいです、ココナッツミルク、うんね、こっちでそういうあれがあるんだよね。こっちっていうか、ポリネシアで、あ、
そうだね。またこういうとこで言わないと。何が？要するにほら昔の人はほら臭いからいろいろと。ああ。そのあのそうそうココナッツミルク塗っとけっていうあの、うん、ジョークがあるっていう。ああなるほどね。そうそうそう。すごいかっこいい船が来たね。ね。すごいこの波が向こうから来る感じがすごい。今船が通ったからすごい波が大きくなりましたね。ここでここはヒロベイといってヒロの海です。昔大きい津波があったのでその時に防波堤が作られて、今はあんまりサーフィンする人は見かけませんが昔はとてもいいサーフスポットだったそうです。頭の地肌洗うのにどのくらいの量ですか？私はいつもココナッツミルク使う、缶で使うときはだいたい一缶をいっぺんに使うんじゃなくて3回くらいに分けて使っています。でその3回、3分の1ですね、缶の3分の1ぐらいを2倍から3倍ぐらいの水で薄めて使っています。もっと濃くしたい方は濃くしたり薄めたい方は薄めてもいいと思います。冷蔵庫で缶をそのまま保管すると、クリーム状になって固まるのでミルクが水で薄めると使いやすいと思います。今日はこれからココナッツミルクを使ってスパイスカレー作ります。あ、いいですねスパイスカレー。私たちもスパイスカレー作るの好きです。最初にショーンさんがいっぱいスパイスをコレクトしてね。なんで？スパイスカレー作るよね私たちも。スパイスカレー作るよ、うん、今日はこれからココナッツミルクでスパイスカレーを作ります、あ、なるほどね。方がいらっしゃる。いいねいいね、美味しいよね。美味しいですよね、ココナッツミルク。そう、最初にショーンさんがハマって、ていうかすごくたくさんスパイスを持ってて、私がその何年後ぐらいに作ってみようって言って真似して作り始めました。すごいね、波の音が結構するね。お風呂の水に入れても OK。 そうですね、ココナッツ薄める。 俺まだそのお風呂桶にボチョンって入れるのはやったことないんだ。そのほら、ないからさ。うん、ね、だけどまあいいと思うよね、多分いいと思います、ね、ただちゃんと流した方がいいよね、終わった後ね。終わった後、うん、そうだね。そう、薄めるんですね、ありがとうございます。先日薄めなかったからギトギトになっちゃった。ああ、あとなんかちゃんと振った方がいいと思います。振った方がいいですね。オイルと水、そうそうそう、水分、うん、ココナッツウォーターで分かれてるので。そうそうそう、あとなんかほら自然のものだからさ、うん、なんかほら例えばシャンプーとかね、うん、ドラッグストアで買ってくるとさ、なんかその原液のままプシューとかやってこう使う感じだけど、自然のものだからなんかその毎日同じもの使うんじゃなくて、そのなんか今日はちょっと薄めにしてみようとか、今日は濃いめにしてみようとか、今日はもうディープトリートメントやりたいからもうガンガンに水抜いちゃおうとかさ、そういう感じでいろいろ使った方がいいね。そう、いろいろ試してみてください。少量のココナッツミルクをなんか結構な量の水で薄めて顔だけ洗うっていうのもいいし。あ、いいねいいね、顔もすごいしっとりなります、うん、あとね一番気をつけてほしいのが、うん、俺足ね、足を濃いココナッツミルクで洗っちゃうと滑るから、あ、油で滑って転ぶから、うん、足洗うときは薄めのココナッツミルクで、確かにミルクでやった方がいい。結構薄めでも十分しっとりしましたって。うんうん、ね、すると思います。あとは油、例えば角質とか、うん、そういうのがスルッと落ちます。かゆみとか、そう、かゆみとか
翔さん今日朝すごかったね。私があの庭仕事してて、マンゴーのなんか木のクズみたいなのが目に入っちゃって、すっごい痛かったんですよ朝。もう不機嫌だしたね。っていうかもう本当に痛くてどうしようかと思ってたら、翔さんがとりあえずまず氷で冷やしなってて氷を持ってきてくれて、その次にあのオレンジ、そこにあったオレンジの果汁をギュッて絞って、これで顔を全部洗った方がいいって言って、それをやったら良くなったでしょ。良くなったでしょ。あれなんでなったんだろう。あれはだからあのオレンジの酸だね。酸が、あ、酸で、要するにああいう湯が思った木の粉っていうのは、うん、植物の毛みたいなやつだろ、の超ミクロの植物の、時にツタ系とかってさ、ツタのこういうところに 毛みたいなやつが生えてるんだよ、うんうん、それがパーンって落ちてきたわけよ湯に、うん、であのその毛っていうのはちっちゃくて刺さるのね。そう、刺さってなんかツン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 って刺さるわけ、チクチクしてた。そうそうそう、だから板がゆい感じになるのね。あー、そうで、だからほらウニに刺された時にさ、うん、なんだっけ、痛い、あのお酢につけるでしょ。あ、つける、あれと一緒。そういうトゲが刺さった時は、うん、なんか酸で、うん、そのトゲを抜くんじゃなくてトゲを溶かすってこと。あー、そうそう、だから良くなったんだね。そうそうそう、すぐ良くなったでしょ、オレンジで顔だったら。うん、オレンジでこう顔と目の周りをちょっと洗ったら、なんかそれが浸透したのか、そう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 、すぐ良くなりました、うん、ありがとうございます、うん、そう、どうやってそんなのを知ったの。いや、なんとなく知ってるだけわかんないけど翔さん、そういうこと多すぎでしょ。ね、なんかね、わかるね、うん、翔さん本当に DNA に書き込まれてるんじゃないかってぐらい、なんかふわってね、その知識を教えてくれます。俺も知らないんだけど、うちのおじいちゃんがそういう人だったのって。へえ、そうそうそう、なんかうちのおばあちゃんがね、うん、足をくじいたんだって、うん、したらおじいちゃんがいきなりコールスロー作り始めて、うんうん、あの足くじいておばあちゃん泣いてるのにコールスロー作り始めて、うん、何やってんだと思ってたら、そのコールスローをタオルに巻いて、うん、これを足に塗っとけって。おじいちゃん、そうそう、コールスローってあのよくケンタッキーとかで売ってる、そう、キャベツのあれを、あのキャベツにお酢つけてやるやつ、うん、あれをこうガーゼに入れて、うん、あの捻挫したおばあちゃんの足に巻いたのね、うん、それおばあちゃんあの次の日は良くなってた。いやだからもうそれはもうおじいちゃんから来てる。おじいちゃんとショーンのお父さんとショーンさんに脈々と来てる、あのお酢で治療せよっていうすごいな。ハワイ島は溶岩の島なので、あの砂浜が白じゃなくて黒です。ブラックサンドです。いいね、この感じいいね。これいいな、これほら、わあ、こっちすごいキラキラ。虫のブヨもお好き、きますか。だってブヨ、うん、ブヨって何やったっけ、蚊みたいなやつ。蚊の蚊です。そうそうそう、枯れるやつ。アブとはまた違う。あ、アブと似てるよね。うん、うん、まあ、多少効くと思うよ、そういう。ただそのお酢って言ってもほら、いろいろ種類あるじゃん。米酢から、うん、あのアップルビネガーから、うん、ね、そのまた結構プロパティちょっと違うからね、うん、どれがいいとは。まあ、酸っぱめのオレンジがいいですよ、うん、酸っぱめの、まあ、酸っぱめのオレンジがただ皮とかつけるときはちょっとあんま酸っぱすぎると目が痛いから。あー、すごい、このね、見て、あの子供たち姿の人は隣にいる。ほんと大丈夫かな。大丈夫だ。大人いるのかな。ね、大人いないね。大人いないよ。いるいるいる、一緒に見てみて。あ、よかったよかった。緑のキラキラ落ちてますかって。ペリドット落ちてるかな、ショーンさん。何？ペリドット。ペリドットあるよ。わあ。わあ、あった、うん、皆さん見えますかね、このこれ。ああ、あったあった。黒の中に入れた方が分かりやすいかな。もしかしたらこれです。これがペリドットっていう、8月だったっけな、うん、8月の誕生石です。宝石です。ハワイ島の、砂浜には必ずこの宝石がいっぱいあります。
わーすごいねこの泡が。ここら辺は砂なのであの B さんで大丈夫ですが、ヒロの海は結構岩場が多いので、あの足を怪我しないためにあのそうそうそうマリンシューズっていうのをあの持ってくるかこっちで買って履くといいと思います。私も何回も買い直したもん ね岩でこう遊んでるとすぐにこうなんていうのあの切れちゃったり、そうそうそう、あの毎日海に行ってた時あったのでその時もボロボロになっちゃったので、あとマリンシューズあった方が3倍楽しめるよね。そう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 、うん、すぐに見つかりますよ。こうやってね、あのこの中にキラキラ光ってる緑のがあったらそれがペリドットです。ぜひあのペリドット好きな方はもう一日中でも砂浜にいてペリドットずっと探してる方もいるくらい。そんなに簡単に見つかるんですかって。何がペリドット、ペリドット、うん、そうそうそう、じゃあここ、ここじゃん、うん、じゃあここに手入れよう、うん、手入れて砂持ってきました、うん、この中に多分、うん、もう何百ってあると思う。ちっちゃいのもありますがね、うん、そうそう、ちょっとここ、ここは割と少ない方だけど絶対ある。ちっちゃい、細かい、細かいね、これとかそうでしょ、うん、この中で緑っぽいあの透明のがあればそれがもうペリドットです。あ、グリーン、ちょっと細かいね、ほんとここのやつは、あ、もうここは細かくなっちゃってるか、うん、さっきの大きかったね、じゃあそうだね、ここでは、うん、ペリドットグリーンサンドビーチに行かなくてもあるんですね。グリーンサンドビーチに行かなくてもいくらだってある。ヒロのビーチに行けば大体あります。グリーンサンドビーチは、うん、もうあの砂浜の 90% ぐらいがペリドットなの。そう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 、あ、今どこにもあるよ、ほらここにあるし、ほらこれこれこれ、あ、本当だ、これだ、ペリドットです。これでね、うん、ちっちゃいのでね、こんな感じです。この黄緑色のやつ。ただね、俺一回見たことあるけどね、うん、お客さんでね、うん、新婚の人がいてね、うん、家族も一緒に来ててね、うん、で家族全員でね、うん、火山公園でね、このペリドットをね、うん、みんなで拾い集めたわけ、うんうん、時間ぐらいかけて、うん、でそこの奥さんが、うん、それ日本持って帰って、うん、集めたペリドットを、うん、あの樹脂エポキシかなんかで、うん、固めて、うん、ペンダントブローチにして、へえ、写真送ってくれたけどすごいすごい綺麗だった。あ、そういうこともできるんですね。そう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 、細かいのをいっぱい集めて、うん、あの透明な樹脂で固めちゃうのね、うん、でこんぐらいのさピースにしてさペンダントで、そうだね、うん、へえ、8月生まれの方はぜひ探してみてください。そしておめでとうございます、8月の方。ありがとうございます。いきなりのいきなりいきなりのおめでとう。あるあるね、肉眼で探すとよく見えるね、うん、まあ、でも確かにちょっと広ベイは少ないね、うん、あそこのさリチャードソンとかあっちのビーチパーク行くともうめちゃめちゃいっぱいあるよね、うん、広にはビーチパークがたくさんあります、うん、どこ行ったってペリドットはありますね。どこのビーチパークに行ってもペリドットあるけど見つけやすいのは多分リチャードソンだね、うん、リチャードソンビーチパークっていうところがあって民宿広場からはもうほんと車で10分とかからないところなんですけど、そこはあのここよりも少し砂が荒いのでもう少し大きめのペリドットが見つかるかもしれません。ここはねだいぶもう砂になっている海岸です。グリーンサンドビーチはそうです、ペリドットなんですよ。
グリーンサンドビーチはペリドットなんですか？そう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 、ペリドットが、うん、あの海流の関係であそこのグリーンサンドビーチのエリアだけ、うん、そのペリドット、うん、普通の砂と重さが違うじゃん、だから海流の関係であそこだけに溜まるの。なるほど。そうそう、だからあそこだけペリドットの数がやたら多い、ね、うんうん、ハワイ島のものを持ち帰ってはダメと聞いてますが大丈夫かな？ね、それは信仰ですよね、うん、そう信仰だからやめた方がいいと思うものは持って帰らない方がいいと思う。そうそう、直感ですね、うん、直感ですね。あとね、まあこれ嘘か本当かわからんけど、うん、その要するにね、昔あの火山公園が世界遺産登録だとかなんとかって言った時に、うん、要するにその観光客の人がみんなほら記念に って溶岩持って帰っちゃってたのね。あ、そうそう、だからそれを阻止するためにそういう噂、うん、まあ、迷信を流したんだっていう話もあるから、どちら本当かわかんないけど、うん、そうですね。そう、でもね、溶岩は持って帰らない方がいいっていうのはなんか聞いたことあるよね。そう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 、うん、そういうキャンペーンがあったんだね、うん、8月生まれの皆さんおめでとうございましてたくさんコメントが来ているいいですね、夏のお誕生日、ね、うん、あやちゃんも冬か。そうか、私は冬なので、うん、すごいね、綺麗ですね。こういう浜辺に来るとずっと下向いて歩いちゃう。そう、なんか面白いものがさ、落ちてないかと思って。湘南のさ、うん、あの鎌倉のあたりは、はいはい、桜貝っていうやつが綺麗なのがいっぱい落ちてるよね、春とか。あるね。私それを取りに行ってました、うん、日本にいるときに、うん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 。とても薄いの、うんね、だからすぐにこう壊れちゃうんだけど、ね、うん、奇跡的にこう2つこう貝がさ、うんうんうん、繋がって砂とかがあってさ、そのビーチごとにいろんなものが落ちてて面白い。あのなんだっけ、日本のあのテトラポットとかによくいる虫、ゴキブリみたいなやつ、あれ何だっけ、なんすかな、知らない、船虫だ、花虫、知ってる、うん、知らない、あ、見たことない、ない、本当綺麗なの、いや全然、あの違う、あれがこっちにいないなって思ったの今、あ、うん、こっちにいないなと思った、あれ何なんだろう、なるほどね、ペレの涙がペリドットって、ペレの涙はまたちょっと違うね、ちょっと違う、うん、そうそう、ペレの涙はね、溶岩の、うん、溶岩がこうやってプシュって吹き出るでしょう、うんうん、でその空気中で固まったちっちゃい溶岩、うん、がその熱でこう空気中に舞ってんのね、うん、でそれが風とかが吹くと、うん、わーっていっぺんに落ちてくるんだよ。へー、そうで、それ量が多いと森とかが剥げるぐらいの勢いなんだよ、結構危険なの、へー、の涙って、うん、そうなんだ、そうそう、こんぐらい弾丸みたいな、軽いんだけど、うん、そうそう、ちっちゃいやつ、うん、皆さんペレの涙は怖いそうです、火山が爆発するのは近づかない方がいい、うん、こっちにはカヌーの置き場所がいっぱいあります。気持ちいいですね、あんまり冷たくもなくて、気温や湿度は日本に比べてどうですか、ヒロのベストシーズンは行ってみ、いつか行ってみたいです、ありがとうございます。ヒロのベストシーズンは、ヒ
今がベストシーズン、もう365日毎日気温や湿度は、そう、日本なんかだいぶ、私がハワイ島に初めて来た時から、うん、日本のその気候ってだいぶ変わってるみたいですよね。あ、そうだね、すごい暑くなってるみたいで、うん、だから私が知ってる日本の暑さと比べてどうかってことなんですけど、やっぱりハワイの方がちょっと涼しいかなと思う。うんうん、うん、これね、これ面白いよ、ちょっと待ってよ、これ何、ここに落ちてた石なんだけどね、うん、今洗ってきたね、そしたら見えるかな、ほら、うわー、これ全部ペリドットだよ、これほんとだ、石の中にペリドットが入ってるの、こうやってほら、へえ、ちょっとね、影になってるかも、見えますかね、皆さん、ちょっとね、緑っぽくなってるところはペリドットです、そうそうそう、こういうところね、うん、ありがとう、しゅんさん、うん、こういう風に岩にもたくさんペリドットが入っています、そうそうそう、で私たちはお庭仕事をすると必ず溶岩がたくさん出てくるんですけど、ね、うん、その中にもペリドットは入っています、うんうん、あ、真上だ、すごい、今飛行機めっちゃ綺麗じゃなかった、綺麗だったね、ごめんなさい、いつも飛行機の話、うん、ばっかりなんかね、大丈夫、そのうち飛行機よりも楽しい乗り物で空飛べるから、そっか、楽しみですね、うん、愛知県36度です、日本は暑いですよ、35度超え、36度とか、だってもう一肌じゃん、うん、殺人的って書いてる、北海道は今日から少し涼しいです、そうなんだ、へ、でもどうなんだろう、その例えば愛知県って言ってもその名古屋とさ、うん、ちょっとその何岐阜のとの間の山のところとかだったら全然多分違うと思うんだよね、あ、うん、ね、そういう都市部が36度じゃなくてもう全体的なのかな、こないだ秋田で39度だった、秋田でだよ、東北の、それはもうちょっと多分、それってなんで起こるの、そんなこと、いやだからそんでさっきの話にも結びつくけど、うん、だから今その天気、皆さん天気予報に注目した方がいいですよ、あのね、うん、もう今まで見たこともないようなね天気図になってるから、台風が3つ並んでんだもん真横に、そんなことってさ自然の中でありえるの、ないうん、ない、そういうことはもうなぜかわかるでしょう、うん、で人工的にそういうのできるんだっけ、できるできる、もちろんできる、あ、そんなに難しいことじゃない、うん、でそういう技術は全然あるってこと、ね、あるある、うん、だそうですね、気をつけましょうね、本当お互いに、本当もうさ、うん、人類今さ仲違いしてる場合じゃないよね、仲違いしてる場合じゃないよ本当に助け合わないといけない局面ですよね今、まあ、ずっとそうなんだけどね、うん、だけど特にさ、そうそう、まあさ、なんかさ、まあ、ここでこんなこと言っていいかどうかあれだけどさ、うん、ね、で本当私もさ、わけわかんないこと言ってると思うかもしれないけどさ、うん、人間はさ、なんでさ自分たちに天敵がいないって思い込んでんだろう、うん、その例えばアリだろうが、もう地球上のありとあらゆる生物天敵が必ずいるわけじゃない、うん、人間だけが天敵はいないと思ってるんだよね、うん、すごい傲慢な考え方だと思うのね、私はそう思う、それってもしかしたら天敵が俺たちいないよってやってんじゃない、わかる、その天敵側が人間たちに悟られないようにしてるんじゃない、うん、って考えるのがまあ合理的だよね、私もハワイ島にいてすごい思うんですよね、人間だけがそのピラミッドの一番上にいるわけじゃないっていうのは、そう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 、当たり前のことなのに気づかなかったなって、都会にいるときは
思いましたね。自然の中にいればすごくすぐに分かることなんだけどね、うんうん、ってみんなびっくりしてる方がいる。 そう、その辺で大きな誤解が生まれてんだよね、うんうん、でも根本的な話だよね。そこその根本的な部分がやっぱり誤解生まれちゃうと、うん、世の中が見えなくなってくるんだ。知らないところで、うん、なぜ台風を起こすのでしょうか。だって何のために、誰が何のためにっていうそれを胸、ね、大声で言いたいですよ、ね、でもさ、例えば猫はなんでネズミを追いかけるのって言ったら食べるためじゃないじゃないですか。そう、そういうのと似てるのか。ジャスポーファンの場合もあるしね。そう、猫ってね、うちのシータちゃんもそうなんですけどね、鳥とかすごい追いかけるんですよ。でも食べるわけじゃないし、もちろん殺すところまでやっちゃうわけなんですけど、でも何のためにやってるのかっていうのはちょっと私も理解できないんですよね。自然界そういうこと多いよね。多い多い、うん、で人間だってやるじゃん、いじめとかさ、うん、あんなのも そういうもんでしょ、うん、一緒のさ、そういう、ねえねえ行こうよ、行こう、うん、あ、ヤシの実が割れてる。ヤシの実が本当だ。いい天気ですね、今日は、お散歩日和でした。本当に良かった。これは何の実だろう。これ桃玉菜ね。桃玉菜。桃玉菜だ。この中にアーモンドが入ってる。開けてみる？うん、開けてみよう。あ、51分です。ありがとうございます。じゃあこの桃玉菜開けて終わりにしよう。あ、いいね。うん、あ、まだちょっと青いから硬い、ね、青いかな、うん、でも硬い。桃玉菜です。そう、ごめんなさい、桃太郎って桃玉菜です。アーモンドですね。ちょっと青いな。青いか、うん、ね、自由研究みたいですよねまあね、ちょっともうこれまだ青いから食べ頃じゃないけど、ここね、むくとね、うん、殻があって、ここにで、その殻を割ると、うん、割れないわ。硬いか、まだ。そうそう、まだ硬いね。まあ中にちっちゃいね、この細いアーモンドが入ってる。そう、うん、これよかったらね、桃玉菜っていう植物、よかったら探してみてください。あのね、うん、桃玉菜の葉っぱはね、うん、水を浄化するのよ。あ、そう、だからあの日本だと熱帯魚屋さんとかに売ってるらしい。へえ。水槽に入れたりするんだって。なるほど、うん、ねえ、あのアマゾンの水をきれいにしてるのが桃玉菜っていう話があるよ、うん、あ、なるほど、ね、もちろんマングローブもそうだけど、あの、そう、桃玉菜もそこで手を使ってる。あー、そうなんだね。皆さん今日はヒロベイという、ヒロワンというところからお散歩ライブをしました。いかがだったでしょうか。いつも私たちのすごくなんか普通のあのお散歩ライブにご参加いただきまして本当にありがとうございます。今週末も良い週末をお過ごしください。そして来週また良い1週間をお過ごしください。いい1週間過ごしてね。皆さん今日もありがとうございました。バーイ。オッケー、じゃあねー、アロハー。じゃあねー、バイバーイ。